ちょうどこの依頼が来るときに、来る本当に直前に加藤さんと、まあ、今まで取り組んできた作品の中にベートーベンのソナタがあまりなかったので、まあ、それはあえてもちろんそうしてたんですけど、そろそろベートーベンのソナタをやりたいと思っていると彼に言って、その矢先この話をいただいたので、本当にこう僕としてはタイミングよく、しかもこんな、あの、なんだろう、ベストな形で、しかもその一度にではなく3年かけてっていうのは、そのコンセプトはすごく面白いなと思ったので、すごい印象です。まあ、1年目に10番、9番ではないだろうなというのはまずあるから、まあ、普通に番号順にっていうので、まあ、1、2、3がオーパスが同じなので、まあ、オーパスの同じものは、できるだけ中に、同じ、そのプログラムの中に入れよう。で、初め、でもどうだったんだっけ？最初から1、2、3、5だったっけ？1、2、3は最初から。うん、やっぱり1番の冒頭っていうのが、いかにもこれから、そうね。なんていうのかな、ベートーベンのバイオリンソナタを書き始めるぞと。なんかそういう気負いとか、気負いっていうか気合いというか、うん、一番の冒頭にあるんで、始めるには一番しかないと私は思ってたけど、いや僕もそう思ってた。123でも123、うん、で、そうね、まあだから番号順なんですけど、もちろんでも3年かけるっていうことは、やっぱり3年っていうのはそれなりの年月ですから、ベートーベンのソナタもやっぱり 年単位でそういうふうに1番から10番も書かれてるわけで、なんかそれが僕の中では自然かなというふうに思いました。もう一つは1番2番3番それから6、7、8っていうのは同じ作品番号の中で書かれて、要するにセットで書かれてるもの、セットで書かれたものを別にしたくないというのがあって、うん、それもあります。彼が15歳の時だったんですけども、その彼の世界というのが、その時、その時点での彼の世界というのはやっぱり完結してて、一つの芸術として出来上がってたっていうのが、すごく印象を持ってますね。もちろんその今はまた全然違う演奏をするんでしょうけれども、その同じプログラムだったとしてだけど、そのじゃあその時やったその彼の音楽が幼かったかとか、今と比べてまだすごく若さを感じたとかって、そういうことは決してなくて、その時のそれだけで完結した芸術っていうのを彼作っていたので、素晴らしかったです。それで基本的に僕は共演するとき、室内楽といえばっておっしゃってくださいましたけれども、僕は本当に室内楽をやってて幸せになれる、あるいは共演をしたいなと思う人というのは、なんていうのかな、もちろん年齢で見たら僕よりずっと若かったり、あるいは僕よりずっと年が上だったりする人なんですけども、そういうの一切感じさせない人なんですね。ただただ一緒に同じ目線で音楽に向き合って一緒に音楽を作っていくと、それができる人で、だから彼なんての本当年齢だけ考えたらもう二回りも違うんですけれども、彼を若手とか思ったことは一度もないです。ただ本当に彼のことを芸術家として心から信頼してるし、本当に一番共感できる音楽家の一人だし、心から尊敬してるし、そういう存在でしかないですね。だから本当に一緒にディベートに来てて嬉しいです。そうです。ですからやっぱり二重奏っていうのは、その室内楽っていうのは、その弦楽四重奏と一緒で、
あの上手い人が4人集まったから、それであのリハーサルを重ねて1回コンサートやったからって、それでなんていうの、室内楽の底の味っていうのが出てくるものじゃなくて、やっぱり同じメンバーで弦楽四重奏で、ね、同じメンバーで年月をずっとかけていくことによって、そこの色とかなんていうのかな、そういうものが出てくると思うので、それはバイオリンとピアノでもソナタっていうものに関しては全く同じだと思ってます。ですから、まあ、あんまりこう特会引っかえ、いろんな人と弾けるような器用さは自分にはないですし、そうやって作れる音楽っていうのはちょっと僕の目指しているのもまた方向が違います。まず音楽祭の印象っていうのから言いますと、なんつっても場所と季節がいいということ。でヨーロッパの音楽祭、例えば、まあ、ザルツブルクにしてもバイロイトにしても、あの一番その周りの自然とかが美しい季節なんですよね。でそこと一体になって、その中であの音楽に浸れると。そうでないと、そういうものが含まれないと、ただ単にコンサートが集中してまとめて聴けるっていうだけになってしまって、それを考えた時に日本でじゃあそれいつかって言ったら、一番日本の季節感が、なんていうのかな、はっきり分かる時っていうのはもう桜ですよね。それで上野でもう桜だらけの中でどこに行っても音楽が状況、そういう音楽祭なので、もうなんていうかな、ただコンサートがたくさんあるっていうものではないなという印象です、うん、僕もすごくその前にバッハを、うん、聞いた時に、その3月の末だったんですか、21日かな、もう桜がその年すごく早くて、もうほぼ満開っていう状態 で、その中でバッハとバルトークをやったんだけど、僕の印象としてやっぱりあの桜がこう演奏してる間も見えて、でその中でなんか本当にこういい環境なんですよね。森というか木があって、少し東京の、うん、なんていうか演奏からは離れていて、割とこう音楽に集中できる環境の中で、それは僕らにとってもお客さんにとってもそうであると思うし、そう、僕そのコンサート聴きに行って外に一歩出た時に前に池があって、うん、そこにぼーっと夜桜が映ってて、うん、もうそのコンサートがより印象深い。そういうなんだろうね、音楽を聴く、もちろん聴くものなんだけれども、そういう視覚的な環境だったりとか雰囲気っていうのはものすごくその聴くことにも影響しますから、聴くその精神状態を作りますので、それによって聞こえてくるものは変わるので、だから東京では非常に理想的な環境の中で行われている。まあ、2017年、この3年のベートーヴェンサイクルの1年目ということですか。何聞いたよ。あの、だからこうやって、こんなにね、世界が目まぐるしく毎日動いてて、どんな素晴らしい体験をしても、翌日には次の何か刺激的なことがあって忘れていくと。そういう中に生きているときに、こう3年間通して同じテーマで貫いて何かをするということは、例えば来年2回目を聞きになったときに、ちょっと1年前のことを思い出して、その間にあった1年の経過っていう
り返って自分のことを見つめ直すこともできるし、そして3年目になったらまたそれが足されるわけですし、何か今の現代にね、でなかなか体験できないような、うん、そしてなんかその、うん、そういう体験の中にベートーベンという存在がある、うん、というのはすごくなんだろうな、まあしっくりくる、うん、その人生があって、うん、そこで本当に苦悩して生きた人でしょ。それでだから僕たちもベートーベンの作品を軸にこれから3年間、まあ常に考えて生きていくと思うし、でも自分がその3年後どういう演奏をしているかとか何を考えている、うん、何を思っているかっていうのは全くこれは想像のつかない話で、うん、だからそういう面白みはありました。やっぱりベートーベンの音楽ってのはすごく振れ幅が大きいし、いろんなものを含んでるけど、それらを抱えながら常にポジティブだし、そのポジティブって感覚的なポジティブじゃなくて、すごく意志の力というのかな、がある作曲なので、多分それを3回、2年間で、それを何かその一つの座標軸として、追いかけてっていただくことは、僕らにとっても、もしかしたら聴いてくださる方にとっても、何かエネルギーの一つとなってくれるんではないかと。